足りない。時間もお金も何もかも。すみません、遅れました。前のバイトが時間をして。コンビニだっけ？お疲れ様。大丈夫だよ高見先生、まだ今日の生徒来てないから。塾長、その人高校生なのに先生なん？うん、高見諏訪さんは高2なんだけど、成績優秀だから講師も任せてるんだ。へー。まあそもそもお金ないからなんですが、本当は自分の勉強だけできたらどんなにいいか。今日の生徒は同い年？ラッキー、自分の復讐になるかも。今の私には恋愛する余裕すらないけど。やべ、遅れた。こんばんは。え？一色くん、今日は高見先生についてね。クレキー、はじめまして。春風高校の一色雄星です。春風校って、あの校区で一番偏差値が低い。そう、これ課題。そんな高校ですら進級が危ういというお礼。何これ、小学校の範囲じゃん。教えるの楽勝。ちょうどいい暇つぶしだと思っちゃって。バカにしないで。ん？あなたみたいな人にはどうせわからないよ、私がどんな気持ちで。やばい、私先生。なあ、言い過ぎた、絶対怒って。先生、ちゃんとうんこ出てる？あ、うん、あ、確かに最近ないかも。だろ？だからイライラしてんだって。なんで素直に答えてんの私。高見さん、今日はもう僕が教えるよ。塾長、帰ってしっかり反省して、次からはしっかり仕事してね。最悪だ、クビになるとかはさすがにないよね。二人とも今夜も仕事か。よし、明日の予習終わらさなきゃ。ちゃんとうんこ出てる？初めて出会ったな、あんな人。あれ？スマホがない。嘘、落とした？まだ5万円くらい支払い残ってるのに。ああ、もう全部がうまくいかない。もうすぐ東大模試か。今日帰りスタバ寄って勉強しない？行く、新作の桃飲みたい。私スコーン食べようかな。スタバ800円くらいするよね。無理だ、何でも。ごめん、私帰るね。お金がかかるよな。バイバイ。あ、先生。なんでここにいるの？制服でわかったもん。じゃなくて、これ私に来た、塾の机に忘れてたよ。あ、私のスマホ。よかったよかった。はい、じゃあね。夏の体操看護リボンスペシャルポップウサギ、気になる新作がたくさん。真逆の二人の青春ラブ、関東から40ページ、なおちゃん先生の青春の歌、大人気コミカライズが増刊にも。とキッちゃん先生のイレイスハウスへようこそ、個性バラバラな歌い手が一緒に住むことになった件、番外編前編。この夏一番の感動をあなたに。カラー40ページ、くまちゃん先生の大人になるまで待っててね。無表情マネージャー×カリスマ俳優。カラー56ページ、マリモン先生の君に気づいたら虜前編。祝、爽快表紙に登場。こうちゃん先生の拾った犬井くんと恋をする番外編。夏の大蔵看護リボンスペシャルポップウサギは大好評発売中パス。最後まで動画を見てくれてありがとうパス。グッドボタンやコメントも待ってるパス。次の動画も見てね。